まあいっか、特に書くことなかった。こんばんは。ちょっと今日前髪巻きすぎちゃって。こんばんは。見えてるよ、コメントありがとう。こんばんは。髪切ってない。ちょっと前髪くるんってしすぎた。今日目力強い。それな、今日も今日とて目力が強い。キラン、目力強め。いつもそういつもなんです。こんばんは。みんな何してました？こんばんは。あ、初見の人もいる、ありがとう。初見の人は初見って表示されるの本当に嬉しい。耳が可愛い。耳、初めて言われたかも。初めてじゃないかな、わかんないけど、ありがとう。ブラウス可愛い。これね、ブラウスじゃないの。いいコメントだ、みんな。そう、ブラウスだと思いきやワンピースなんですよ。ちょっとまたいつかどっかに載せたいな。全身可愛いんですよ。ね、ずっと欲しかったワンピースだったんだけど、これ真っ白なの、ずっと下まで長袖。ザラの、ザラさんのワンピースなんですけど、なんかすごいね、この春はザラさんがワンピースたくさん出してて、めっちゃ可愛いの。全部可愛くない？ちょっとここまでしか見えないな、あれだけど、ザラさんのサイトとか見たらどんなのか分かるかも。すごい可愛い、大きめのねフリルついてる。わかるかな。めっちゃ手ボキッた。こんばんは。そう、真っ白。なんか真っ白の服あんまり持ってないから、可愛いワンピース。やった、可愛いって褒められた。やった、ありがとう。いやー、ザラさん可愛いですね。とても好きです。そう、気になってたワンピースで、なんかビビの特集とかでも取り上げられてて、あ、やっぱ可愛いんだと思って買った。そう、こんばんは、ありがとう。みんな見に来てくれて嬉しい。みんなあれ見ました？J ファミリー動画リレー、今日私だったんだよ。見た？ツイッターに動画載せたの。見てくれましたか？見てくれた人見た？ありがとう、見てくれて。やった、嬉しい。そうなんです、今日私の番でした。明日はちかこさん。え、マジか、見てね。まだ見てない、見てください。見てね。何回見ればいいですか？何回見ればいいですか？そうだな、何回でもいいですけど、軽く10回くらいは。じゃあ見てくれるんだったら何回でも見てほしいな。モバメ読んだから見に行った。あ、でもそういう人多そう。メールでね、今日私なんだよって言ったもんね。作りました。メールで知る人多いのか。でもメール通知行くようにできるもんね。ツイッターも通知オンにしといてください。15回見たからノルマ達成、それはすごい、ありがとう。なんとか1回で、全然いいよ、1回でも再生、見てくれるだけでありがたいよ。あれいいですよね、こうやってみんなが SNS をたくさん見てるだろう時期に動画リレー、楽しい。初めてやったかも、動画リレーとか。340回見る、行ったな、行ったな。名前は高丸さん。340回見てくださいね。嘘。
あ、ジュリナさんがリツイートしてくれたから気づいた。おお、嬉しい。ジュリナさん、控えめに言ってミヨマルのショールーム待ってたよ、ありがとう。やった、ありがとうございます。やっぱ今日前の短いな。うん、変じゃないんだけどね、ほんと何ミリとかの差。え、お団子飛んできた、ありがとう。ハートも、ハート。うん、インスタも更新してる。そう、インスタぜひフォローしてください。インスタね、もうちょっとで 1.7 万人なの。だから必死、もうみんなフォローしてほしい。フォローしてください、ぜひ。フォローしてますか？今コメントしてない人も、ただこの画面を見てるだけの人も、フォローしてますか？してください、ぜひ。綺麗だ、綺麗じゃないよ。フォローしてる、ありがとう。ステマウス、ありがとう。うん、インスタね、楽しい。しかも最近すごく、最近ってか今日なんだけど、嬉しいことがあって、私のインスタに写真載せたの、私服の、私服の写真載せたら、 WWS チャンネルさんが記事にしてくれました。なんと、もう嬉しい、めっちゃ嬉しくない？お昼くらいに気づいた、お昼くらいに上がった記事なんですけど、すごく嬉しくて舞い上がってた。なんかなかなかそうやって、そう、ヒョウ柄のパンツ履いてウェライダース羽織ってた。八頭身って書いてあったね。果たして私は八頭身なのか、測ったことがないので分かりませんが、まあなんか撮り方とか、その撮ってる角度とかによりますよね、見え方。トラピ何して、いいねしたよ、ありがとう。そうなんです、僕は二等身です。それやばくない？アニメのキャラじゃん。あたち四等身、あたち四等身だよ。四等身、五等身くらいあるかな。あたち高っ。この子はソラちゃん、ソラだよ。顔真似、超真顔なんだけど、どうしたらいい？真顔、真顔です。真顔のソラちゃん、かわいい。ごめん、マジでごめん。抱っこしたら怒られた。いやだって、抱っこは基本うちの猫好きじゃない。だからショールームの時超不機嫌になっちゃう、抱っこしてるから。ソラとミヨマル、かわいいの相乗効果。相乗効果って何？うん、ソラはかわいい、本当にかわいい。性格もね、すごいかわいいんですよ。なんかいつもは本当に寄ってこないし、一人でいることが多いんだけど、なんかね、自分が甘えたくなったら甘えに来るんだけど、その甘え方がなんかもう究極に可愛いんですよ。本当に可愛い。猫がなんか考えてるように見えました。何考えてるんだろうね、知りたい。対談したいよね、対談してみたい。
私の言葉を猫に伝えることはできるのかな。そう、人生の夢、それはしてみたい。猫好きだから。みんなこれツイッターに共有してね、ぜひ。ツイッターに共有すると見てくれる人増えてもっと楽しくなるから。4匹の中で1匹だけって言われたら誰にしますか。誰だろう。私は顔見つめてたりするもんね。ずっと私のこと見てるの。しーちゃんっていうのはこの子、おばあちゃん。しーちゃんとおしゃべりがしたい、いつか。そう、今ね、いくつだっけ、もう17とか、いや17じゃないかな、もうそんくらい。しーちゃんかわいい。同学年どうだろう。でも私がちっちゃい時からいるよね。だってちっちゃい時にあのメルちゃんの、メルちゃんの人形わかりますか。みんなメルちゃんの人形を着せ替えるためのお洋服があったんだけどね、ちっちゃい。そのメルちゃん用の帽子があったの、デニムの。そう、デニム生地の帽子を私は無理やりしーちゃんにかぶせて遊んでた。でもしーちゃんもちっちゃかったから子猫でかぶれたんだけど、懐かしいです。毛がついた。しーちゃんかわいいです。みやまるのことを娘だと思っとる。え、絶対ないよ。自分の子供だと思ってるってことでしょ。それはない。なんて思ってんだろう、めっちゃ気になるの。だからね、おしゃべりしたい。みゆちゃんは猫顔だよね。うん、なんか言われる、そうやって。猫顔なのかな、私は。わかんないですけど、猫顔らしい。可愛すぎてにやけちゃう、だって初見の人が。初めましてのかな。初めまして、野村美代です。じゃあ画面の前でにやけてるってことでしょ。すごくない、その現実が。ありがとう。にやけるの、にやける。ちなみにこの子はずっと私の膝の上にいる。細っ。初見でそれは将来有望。それな、かわいい。でもね、ゆずが子が多すぎて隣に並ぶと。私の顔はゆず3個分くらい。耳を含めなかったら1234個くらい。かわいい。なんか人間に見えてこない。いい表情だって。よかったね。ほら、ハートが飛んできたよ、ゆずに。ありがとうございます私のパジャマなのに上で寝られてる。もう日常茶飯事すぎて注意したりもしない。あのね、猫は基本ジェラピケ好きだよね。ジェラピケのブランケットとかもうほんと好きで、買ったりしたらもう一瞬で取られる。
みおちゃんのパジャマみたい。みおちゃんの身間違ってますよ。でもね、あのパジャマはモバメで昨日送った。みおちゃんの身はみのるの身です。そう、よく美しいって字で書く方いるんですけど、そう、昨日メールで送ったガチのパジャマ、家にいる様子をそのまま送りました。みんなメール撮ってみて、私がどう生きてるかよくわかるから。うん、メールはすごくいつもねおすすめしてる。ハートのパジャマ、うん、いちご、いちごのパジャマなんだけど、シルクだと思って買ったらバリバリ綿だった。うん、通販なんか苦手でよく失敗するの。今年はもう冬に2回も失敗したから、最近通販は利用してません。まずはライダースね。ライダースは結構分厚めのライダースが欲しかったんだけど、届いたやつがペラペラで寒すぎて着れなかったのと、あとはそのパジャマだし、ちょっとあとね、最近ちょっといろいろなんか高いなと思って買ったら、1箱頼んだつもりが2箱だった、2箱セットだったりとか、ちょっといろいろ通販やばい、気をつけてます。だからなるべく服とかも買いに行きたいの、店舗に。うん、よくある、本当に通販苦手です私。そう、でも今外出れないからさ、どうしようもないね、通販くらいしか。そうなの。こんばんは、こんばんは、ありがとう見に来てくれて。わ、ちょっとなーって懐かしいコメント見つけちゃった。パジャマ姿は革命の丘のおはようお休み動画で見ました。うわ懐かしい、懐かしい。そのためにパジャマ買ったもん。特典映像だっけ、なんかメンバープロデュースのそのメンバーのガチパジャマですけど、8期生が加入して初めて出た。いや初めてではないのかな、でも本当に間もないくらいだった、出たのが。だから加入して間もない時に出たから、もう本当にね慣れなかったね、慣れなくて本当にやばかった、緊張してたと思う。今はもうその映像見返せない、恥ずかしくて。懐かしいね、これ絶対見直す人出てくる。まあいいんだけどさ、全然見返してもらっていいんですけど、あのパジャマは今でもね家にありますよ、割とずっとある。でもね持ってる人いるよねきっと。わー、そうパジャマ懐かしいな。いやみんなね家にいるときにちょっと恥ずかしいけど見返してみてください。いや何言ってたんだろう私、ちょっと恥ずかしいな。多分声とかも変わってんじゃないかな、その頃から声変わり的なしてそう。はあ、ちょっと冷や汗かいてきた、自分で言っといて。やばい。でもあの頃の私は結構幼くて可愛かった、挨拶みたいな感じで行ったんですよ。
ドラフトの時に SK 劇場実は立ってたんですよ、8K になる前に。そう、その時の映像を見たんですけど、なんか意味わからんこと言ってるし、でも声めっちゃ高くて可愛いんですよなんかね、すごいあの時手羽先みたいなジューシーなそう、でもあれは結果を残したくてしょうがなかったの。なんかせっかくステージに立つのに、なんか誰の印象にも残らずに立ち去っていくのが本当に嫌で、なんか変なこと言ってでもいいから絶対結果、もう何でもできたもん、もう敵だった。小6です、小6の私、懐かしいね。でもそう、大人になるにつれてチキるよね人間って、わかる。なんだろう、挑む、何かに挑む気持ちがだんだん弱くなっていく気がする。できることは増えますけどね。いやー、でもあの劇場でね、歌って踊ってますから、 SK になってすごいよね。ハートありがとう。まだ17、いや私はもう17だなって思ってますよ。あの時12歳ですから、5年前。今日の洋服見せてください。ありがたい、なんか服のコメント多いね。ちょっとね見えないんだよね、なんかカメラがさ。はい、こんなんでいいです。上半身くらいしか見せれない。可愛いでしょ。でも私も可愛いと思って期待を嬉しかった。そうなんです、服本当に春物って可愛いなって。なんか暗い服が多いんです、黒とかだし、けど春は明るい色がたくさん出るからなんか好き。普段なんか結局しっくりくるのが黒い感じの服なんですけど、春だからなんか明るいの着てみようとか思って着るの好き。これザラの服可愛いよね。いつかいつかインスタに載せると思います。多分めっちゃ着るこれからこれからたくさん着る、だってみんなに褒められて嬉しいもん。着ると思います。通販使うの、通販は苦手だけど使わざるを得ない。合ってた日本語。握手会ね、握手会で着たいって思ってた服がすごくたくさんあるのけど、もう時期が過ぎちゃう、冬だからもう着てます。普段たくさん そう、また着るかもだけど、握手始まったらね。私は握手会でロリータとか早く着たいなと思ってる。めっちゃ好き、ロリータしたい今、とてもロリータ欲しいな。本当はもう一回してる予定だった、あの3月21日の握手会で着る予定だったの。うーで完売してたのかな、その握手どうなんだろう。あのそういうとこあるよねで初めてご無精になったの。そうなんだよ、でもねまだ1回もできてないんだよ、辛いけど。まだ受付中、だよね、行く予定だったのに。それはもう本当にまたね、いち早く会えるようにね、なってほしいなと思います。そう、あの会えるようになったらたくさん会いましょう本当に。大阪撮ってました、ありがとう。そうね、握手会当日、握手会当日じゃないや、
誕生日当日が握手会の予定だったんだけど、その日の握手会ね、そうなくなっちゃったんです。受付中なんですよね、まだ。そう、ミューモさん、 SK も AKB も握手会もある予定でした。ありがとうね、AKB の方の握手会もぜひ。受付中じゃないと思うけど、どうだろう。まあぜひ SK の方に来てほしいけど、 AKB の方も来てほしいな。いろいろ特典があるからね、写真撮れたりとかさ、サインかけたりとか、それは楽しいなって思う。思い出のものが残るのはすごくいいことですよね。それほど私も悲しかった。もらったサイン飾ってるよ、ありがとう。嬉しいな、それは嬉しいな。私なんかのサインを飾ってくれてるのか、君は。ありがとう、それはとっても嬉しい。嬉しいな、どこに飾ってんだろう。いいとこに飾ってあげてください。サインね、エコパのカード飾ってる。ありがとう。あれね、書いたね、たくさん書いた書いた、サインたくさん書いた。また再販があると信じてますね。あるといいね。ほっぺが赤いね、チークか。確かに赤いかも。まあいつもこんなもん。120枚だっけ。そう、そんなもん書いた。フラストレーションが初握手でした。今回めっちゃ握手券取ったよ。ありがとうシャイ君、嬉しい。フラストレーションね、握手会ありがとう、来てくれて。フラストレーションは4部数だったの。いやね、本当にだんだん部数増えててありがたいです。みんな来てくれてありがとうね、いつも。いや思うの、いろいろ。なんか名古屋で、名古屋に住んでる、なんか SK のファンの人ってやっぱ SK は栄のアイドルだから名古屋に住んでる方多いと思うんだけどね、名古屋以外の会場でしか会えない人もいるけど、なんか名古屋以外の会場でも会いに来てくれたりとか、すごい行動力というかありがたいです。すごいすごいよね、ありがたい。ありがとう、いつもまた来てください。そう、なんかさ、秒数も限られてるからさ、なんか言いたくても言えてないこととかたくさんありますけど、しゃべるの精一杯だもんね。なんか私も喋りたいし、相手っていうかみんなも喋りたいし、すごいね、短いなと思ってる、いつも10秒とか。でもなんか相手の第一印象って会って8秒で決まるっていうからね、すごいよね。私回一回も思ってる。なんか人間の印象って8秒で作っていってた、テレビで。テレビだから分かんない、本当か。何秒なんだろうね、分かんない。多分でも印象って言っても見た目の印象だけだと思う、それは。
た目の印象は8秒。私はミヨマルはもちろんのこと、野村母の大ファンですだって。やがったね。顔もわかんないのにファンだって。お母さんもどういうところが好き？やばいよ。やばい、そんなこと聞き始めちゃやばいよ。お母さんのどこが好きだって聞きたいんだって。しょうがないな。人は見た目が9割。え、そうなの？マジか。そんなことないと思うけどな。なんか会ってる頻度にもよりそう。ありがとう。これね、お母さんがコメント拾うとね、なんかね、あとあとツイッターとかでこの前ね、タグ付けされてね、なんかみおちゃんにはコメント読んでもらえなかったけど、みほまるのお母さんにコメント読んでもらえた、嬉しいって言ってきたから私はすごく、ああ、やるせない気持ちになって、やるせない気持ちになった。ああ、読んであげればよかったな。そう、お母さん読んでるのに私読んでないみたいな、よくある。でも、うん、みんなとは趣味が合うと思うんだよ。何が？あのミオのことが好きっていう。やばいやばいやばい、こういうこと平気で言うんですよ。親バカだよ。らしいよ。そうなの？趣味が合うじゃん。ね、いつもお母さんがコメント拾う。だから私は今日はたくさんコメントを拾う。今日はとかいつもいつも拾ってる。なるべく。結構そう、みんな世代がさ、うん、同じ世代の人が多そうじゃん。まあ、私より若いんじゃないかな、みんなでも。初めてのフレグランスコーナーがみおちゃんとマリンちゃんでしただって。あら、覚えてるよ、あのフレグランスコーナー、マリンちゃんって言った。いや、フレグランスコーナーはね本当に面白いんだよ。なんか何が面白いかって、香水って普通一回振りかけるだけで匂いが十分につくんだけど、なんかたくさん会いに来てくれる人とかはもういろんな匂いがするの。なんかこっちに1個の匂いをつけたら、こっちにまた違う色をつけて、色じゃない匂いをつけて、で3回目に来たらどこにつけるって言ったら服とかにつけるんですよ。だからもうすごい匂いがするので、なんか4回目に来た時にまたまたどこかにつけるの、こうとかさつけるんだけど、超楽しかった。すごいよ本当に。懐かしいね。なんかあんまり見たくないけど、リバイバル配信とかあるのかな。あんまり見たくない。私からしたらなんか自分で自分の映像見るのあんま好きじゃなくて、なんか見れるんだけど全然。あれ、それそうなったらみんな楽しそうだよね。いや、青がも今となっては貴重だった。本当に毎回貴重だったなと。なんかね、最後に八木と七期生さんで出た青春ガールズの映像の日に見に来てくれたね、ありがとう。研究生の髪型、そんなのあるの？研究生は髪型が同じなの、固定の髪型があって、まあ、人によるんだけど、私は編み込みしてました、ここに。またリバイバル出てるよ。なんかさ、メンバーがショールームとかで実況してるよね。
ね、したい。私も。え、したいな。したい。楽しそう。とっても。あの八期の固定の髪型は結構個性的だったと私は思う。今だとファンレターが届くのかなり先になっちゃうかな。うん。劇場に行った時に受け取るの。だから遅く先にはなっちゃうかも。でも嬉しい。事務所では受け取れないの。うん。そんな。ちょっと聞いてみる。聞いてみる。事務所に運ばれていたって話を。あ、そうなんだ。え、な、な、私よりみんなの方が知ってるじゃん。デブさんから情報を得たのね。へ、また送ります。ありがとう。事務所で受け取った子いるようだって。なんだって？なんだって？書いたことないのよね。書いてみてください。大好きです。本当にお手紙。手紙は大好き。汚い字でも大丈夫ですか？全然いい。全然いいよ。嬉しいな。みんな書くねって。書こうかなって言ってくれてる。あのね、お母さんも読むんだよ手紙。私が読み終わって、手紙入れてる箱があるんだけど、それに入れるとね、なんか読んでる、いつも。だからたまにそれをたまにこうやってショールームで言うから、そう、もうみんなのファンの人の気配りがすごいの。お母さんにまで書いてくれるの。今来たよ、久しぶり、ありがとう、来てくれてありがとうございます。やっぱり恥ずかしいからやめようって言ってる。みんなの思いをしっかり受け止めなきゃいけないじゃん。そうだね、やっぱり恥ずかしいからやめようって言ってるよ。大丈夫です。あの、お母さんに覗かれたくない人はお母さんは覗かないでくださいって米印で書いといて、よろしく。絶対見るなババアって書いてる。絶対見るなババアって。そんなことは書かないよ。だってあるよね、うん、あるあるんです。ありがたいです、そういうのも。ちょっと目薬さしたい。何時？今9時9分。もうちょっと喋りたい。ないや。お母さんに愛されてるんだね、だって。モバイルメールの返信は見てますよ。ありがとう。ツイッターでね、ハッシュタグ○○メールでね、返信見てます。と私にだけ見れるように帰ってくるんで。うん、でもツイッターは私思うんですよ、なんか丸々メールを取ってない人にももしかしたら見てもらえて気になってくれる方がいるかもなっていつも思ってる。ツイッターでの返信は、お母さんのモバメの返信を見てるかどうか、それは見てない。見てない見てない。あ、1万人いた。
やったありがとう、みんな見てくれてありがとうございます。じゃあね、今日はちょっとね8時から9時までやろうって思ってたの。そう、10分くらい伸びちゃった。はい、ということでもうそろそろね終わろうかなって思います。みんな見てくれてありがとう。ショールームフォローしてくださいね。どっちだろう、フォローしてください。ハートあるよ、こっち。はい、インスタグラムバイバイアイテムもね本当たくさんありがとうございました。またね、イエイバイバイ、またね、バイバーイ。